すみません。こんにちは。久しぶりにショールームをしますね。夏休みから縁がなくなって久しい皆さんも12時だと来れるかなと思いましたが、いかがでしょうか。というわけで本日はですね、お久しぶりのというとランチです。積もる話もあるかなということで、でもちょっとこの部屋が1時間しか使えないので1時ちょっと前に終わりますが、だからね、1時からお昼休みの皆さんはもうごめんなさいという感じなんですけどなんですけど、また機会があればっていう感じで、今日は、大して本当に有益な話は何もないと思うので、みんなでここ最近の話をしながらお昼ご飯食べれたらなと。っていうのもちょっと夏、この夏が暑すぎて、ただでさえ暑いんですけど、夏って私ただでさえ苦手なんですけど、暑すぎるじゃないですか。ちょっとトゥーマッチなので、で屋内に行くとみんなね、タクシーとか、商業施設とかどこでもそうですけど、そこの善意で涼しくしてくださってるわけですけど、その気温差で本当に体調が良くない、体調が良くないということで、夏バテです。ちゃんと夏バテしてるんですけど、なのでみんなとだったらご飯食べれるかなと思って、そして今日はちょっとこの後に入れた用事までも時間があったのでしようかなと思っていました。今日はですね、先日発表された18枚目シングルの、その日に、その発表の日に振り入れをしたんですけど、今日は再度合わせということで、朝から短期集中で1時間みっちりと踊り続け、その前もサンドイッチは食べたんですけど、そういうのは食べれるんですけど、ちょっとてかちょっとだけ治ってきたんですよ。ちょっと前まで本当に毎日ゼリーみたいな、ねえ、嫌になっちゃいますよね本当に。ゼリー、オロナミン C、 野菜ジュースみたいな感じで過ごしてました。やっと最近は人とご飯とか行くとね、比較的食べれる。マーちゃん食べた？暑くない？ずっと食べたいけど、今食べたら本当にダメだと思って、そう。そのわけで早速食べていきたいと思います。本日はさっきマークイズで買ったすだちおろしうどんを食べます。ちょっとうどんなんでね、配信なんであまり音を立てずに食べたいなって気持ちではあるんですけど、ね、私が ASMR に何も惹かれない人間なのでそう、なんかちょっと前に、なんかもうずっと風邪ひいてるんですよ。なんか風邪ひいて治ってをずっと繰り返してて、なんかそれが嫌だなって感じなんですけど嫌だなみたいな
でも熱はないんですけど、ずっと。もう多分本当に冷房で乾燥して鼻がやられて、そのまんま喉もやられるっていう、この不毛なターンをずっとループしてます。すだちはね、いいですよね。やっぱさっぱりしたいですから。たっぷり入れます。あ、そう、髪染め直しました。でもなんか多分今はあまりにもリハーサル後感がすごかったので、フィルターをかけてなおのこと青く見えているんだなと思いますが、サマステで気持ち切れちゃったっていうより、サマステの時にはもうすでに実は喉をやってたんですね、気合で。なのでロンリーサブウェイの、そう、チーム H の新曲のレコーディングの時もやばくないって言ってたんですけど、なんかそれがいい感じに活かされる楽曲になったので、ちょっとまあ楽しみにしててほしいです。でもなんかサマステまではなんか気合で生きてたんですけど、公演のね日に、次の日公演だったじゃないですか、朝なんか大丈夫みたいな感じだったんですけど、なんとか無事わけで、皆さんはご飯の準備できましたか？私も種だけ取り除いとこう。めっちゃ箸下手に割れてることに今気づいた。怪我しそう。よいしょ。種だけ取って。本当はね、ちょっと博多でロデロウドも食べたいんですけど。というわけで、すだち、あ、こぼれちゃう、すだちおろしうどんを食べます。皆さん、じゃあ手を合わせてください。手を合わせてください。いただきます。わーい、ちょっとね、髪を留めるものを何も持っていないので、お見苦しかったらすみません。マジでちょっとお箸もらおっかなレベルです。見て、長さが足りない。いただきます。一旦ね、チャレンジしてみましょう。全部が食えてた。なんか適当に割りすぎたよね。ネギも多めに入れました。夏なんで、痛い。でもみんなお仕事してるから割り箸くださいなんて言えない。これで食べるしかない。うまっ。最近みんなどうですか？元気に過ごしてますか？さっきひじりに会って生誕の DMM 見返してたら、あきさんの自己紹介で爆笑しましたって言ってた。毎日サマステの配信見て、そう、今日までですよ、皆さん見てくださいね。
直接パフォーマンスを見る楽しさを思い出した夏になりました。久しぶりに目撃者みたい。うん、欲しいですね。そう思い出していただけて何よりです。夏はやっぱりね、こう劇場の外でパフォーマンスできる機会っていうのが多いので、昨日のキーマすごい暑かったらしいですね。8月30日にマックイズにマックがオープンする。ね、嬉しい。しかもサブウェイも1店舗福岡に増えるんですよね。福岡っていうか天神付近。でもな、フレッシュネスのポテトも好きで、マックのポテトも好きだから迷いどころですね。あと昨日一昨日ぐらいに、あの野球があってる日キッチンカーが出るじゃないですか。それのポテトも美味しかったです。サブウェイ何食べるの？なんか太鼓教師の時にリナチとひよりが生ハムとマスカルポーネをハニーオーツで焼くのが一番うまいって言ってたから、しばらくそれ食べてたけど、そんなことよりもやっぱポテトが美味しいのでハーブする。でもなんか、どんなんでもいいけどオリーブだけはめっちゃ足します。麺すすれるんですけど飛び跳ねるじゃないですか。音ってよりなんか飛び跳ねる様が映るの嫌だなっていう。あとシンプルにすすって食べるとドン引きするぐらい早く食べ終わっちゃうんで。全然ない。生誕ティー買いました。ありがとうございます。生誕グッズも今日までです。毎年ね、一人二人はいるんですよ、買い忘れたっていう方が。どうでした？衣装意外でした？虫バラ、もう本当になくて、なんかあのありすぎてないっていうか、なんか
パジャドラ終わるの決まってたジャンヌとかでも良かったなとは思うんですけど、あと本当はギャルか何だったかな、ギャルか何かがいいって言ってたんだけど、メイクに時間かかりすぎるからダメって言われてやめました。生誕ティーもね、あれはすごいですよね。あ、そう、トイさんかギャルにしようとしてたんですけど、なんかどっちも却下されたので、本当はね、ギャルとゆかちゃんギャル男でやろうって言ってたんだけど、あまりにちょっと生写真の合間でやるには時間がかかりすぎる。7期生のね、ツイッターも始まりましたね。もうなんかタイムラインが占拠されている。しかもみんなアイコンがさ、あのプロフィール写真だから、もう誰と誰が喋ってるか全然わからないんだけど、なんかあの眩しいですね。眩しさとともにこう4期生も始まって、ツイッター4期生っていうか、なんか私たちのタイミングでほぼみんな一斉に始めたんですよ、確か。それまではなんか告知大々的にするみたいなお仕事あるメンバーがやってたイメージなんですけど、ようやく私たちが入ってちょっとしてかな、鉄なが始まってちょっとぐらいの時に確かツイッター始まったんですけど、指原さんのツイートを誰が一番最初にいいねできるかっていうのをやっているのか、4期生からのいいねがめちゃくちゃ早いみたいなツイートをされてて、それでまたみんな最初に誰ができるかっていう感じになって、してた意識なかったですけど、最初はなんか同じようなことしてました、メンバーに絡んでみたいな。今考えると恐ろしいし恥ずかしいですけど、でも7期生見せたら微笑ましいから、こういう気持ちかと思って
もう食べ終わっちゃって、でもちょっとだけさ、おろしが食べたいからすするよ。え、うまー、ごちそうさまでした。美味しいですね、うどん。するっていうか、うどんの出汁って飲むものですか？めっちゃ美味しいですけど。飲んじゃうの？じゃあみんなが言ったんだから飲んじゃおう。うまっ。だってあれじゃないですか、すだち絞ってるからなおさらおいしい。塩分も大事ですもんね。私はランチを終えてしまったけれど、今は何時なんだろう。これは丸亀製麺です。お、優秀じゃないですか。私多分10分以上かけてご飯食べたんじゃない。これ多分私のいつものスピードだったら本当に5分かからないから、カロリーとか気にしてないんですよ。なんか塩分高いのかなぐらい。だって動くし。なんか最近の話でしてないことあるかな。まあでも選抜が発表されて、 MV も素敵な感じになるのではという感じでしたよ。でしたよとか言ってまだ撮ってないんで楽しみだなっていう気持ちです。あきちゃん健康診断毎年受けてる？まだ受けたことなくて、受けたいなっていうのはずっと思ってるんですけど、なかなかこう会社で行くみたいなのもまあないじゃないですか。私たち会社員じゃないから、だからこう自力で調べて行くってすごくなんかタイミングも含め難しいなって思うんですけれども、思うんですけど、私胃カメラもやってるし、この間なんかすごく道を歩いてたら看板で頭を打って結構頭って打ってしばらくしてちょっとなんか大変なことになっちゃうみたいなのも聞いたことあったから、念のため MRI を取りに行ったりとかしてるんですよ。だからなんだかんだなんかこまごまと検査は受けてるから、なんかじゃああと何をみたいな感じですよね。そう、綺麗な脳みそですって言われました。慎重派ですよ私は。ちゃんと
ぱね、これでなんかこういう仕事やってなかったら適当かもしれないですけど、何かあったら迷惑かけちゃうからっていう理由です。自分が不安とか言うより、アレルギーの血液検査もしたことあるし、そうですね、レントゲンも撮ったし、でもなんか一旦ちゃんといろいろなんか知ってみたいなっていう検査やってみたいなって感じ。胃カメラは私は鎮静剤を打ってもらったので、ここから眠くなっていきますよって言われた時にはもう寝てました。なんか気づいたらワープみたいな。そう、聴力検査もこの 1,2 年でやったし、視力検査はメガネ作る時とかにやったし、でもなんかね、ちゃんと人間ドック受けてみたいですよね。なんで胃カメラしようと思ったの。家族にピロリ菌が見つかったっていうのが一回と、あまりの胃痛で行きました。バリウムは飲んでないです。その時は飲んでないと思う。だからね、健康ね、25になったらちょっとその1年を考えようかなと思いますけど、そうピロリ菌は結局なかったんですけど、シンプルにストレス、ストレスで胃が真っ赤ですって言われて、かわいそうってお母さんに言われました。かわいそうってひどくない。でもまあ基本的には健康なんで、それはそうですね、うっすら体調はずっと悪いですけど、じゃあその時はストレスでって言った時は聞き恥の時期だったんで、やることがいっぱいでうわーってなってただけで、今はあまり胃が痛いことなくなりましたね。まああるんですけど、ずっと胃が痛かった時よりは。確かに新曲のアーシャー、まさか胃が弱い人とは思わないような出来が、出来ですよね。そうなんですよ、あれはね、我ながらお気に入りです。しばらくその髪色ですか。違うんですよ、なんか髪色が変えられない時期にこれやったら髪色変えられないなっていう撮影をやっちゃうから変えられないんですよ、もう無限ループなんです。こうもともとこれは
雫の星語りのために染めたんですけど、それのビジュアル撮影が2月にあって、その2月からもう一回オレンジに戻すのもちょっとあれじゃないですか、負担がかかりすぎるからっていうので、体育教師もあるからまた黒にしなきゃいけないならなと思ってこれにして、で舞台6月まで、2月から6月まで、あまり意味はなかったんですけどでも間にそういうものの撮影があるじゃないですか。で君出来じゃないや、で体育教師終わったら次壁写真撮っちゃったから、壁写真撮っちゃったらもう染められないよなと思いながらで感じです。でそこから雫の星語りやって、でやっと壁写公開されて、その時にちょうど新曲も公開されるから、あじゃあ新曲の発売からしばらくはもうこれの方がいいかなみたいなと言いつつ、まあお気に入りなので全然いやいやではないんですけど、なんか意外と、なんか別にこれこの色にしたくてしているっていうわけではないというか、でも可愛いからいいかみたいな。いきなり髪切ったりしませんよね。私実は10センチぐらい切ったんですけど、あまり気づかれないのでそんなもんです。気づいてたよって言われたいかと言われても違うんですけどバッサリはなさそうですね。短いのいいなって思うけど、伸ばすのも大変かなって思っちゃって、でも今短くしたいなって気持ち、すっかすかにしたんで、一番短いところはだいぶ短いです。まあなんか気まぐれで変えたいところではあるんですけど、気まぐれで変えられないですね。そうジャケット撮影の時は H でいる時間がほとんどだったので、もうずっと H で動いていたのでH のみんなとのオフショットしかないそうなんか順番的に、そうなんでチーム H で何の映画を見たかは秘密です。でもマジで怖かったです、なんかもうって感じ。でも私クライマックスでいなくなったんで、クライマックスでレコーディング行っちゃったから全然あれですね。最後の最後は見てないけど、一人で見る勇気はないみたいな。おもろかったな。サブウェイ食べようよみたいな言って
みんなでサブウェイ近くにあるから行こうと思ったら、なんか黙って先に行ってたリノとユエルがサブウェイ持って入ってきて、いつの間にみたいな。みんなでサブウェイ食べて、で、いぶきとナナカは早々に終わったから普通にお出かけ行ってて、なんかみんなって言っても全員じゃないんですけど、なんかそれが H っぽいですよね。いぶきと渋いとナナカかな。そう、なんか結構ランダムで撮ってたから、でレイヤも書いてましたけど、新幹線で来てたんですよ。なんかレイヤ来て、だからもう結構途中の途中ぐらいで来たのに、なんか最初から見てるみたいな顔で見てたし、まいちゃんはなんかまいちゃんが撮ってる間に多分見始めて戻ってきたら、何見てるの？何々だよって言って、あー何々って言って見たことあるかのように言って、見たことあるって言ったら、ないって言ってたし、ユイナと行くのはどんどん2人で近づいて見てて、おもろかったな。ほぼ1ヶ月でバースデーですが、そんなことないです、そんなことないです、あと2ヶ月ぐらいあります。やり残したことも特にないです。この1年で何をするみたいなのを思ってないからかな。逆にありますか？アイドルファイルの豊永さんに惚れたのですが、おしょってありますか？あります、あります、いっぱいあるので、また近くなったら載せます。でもなんか26歳、27歳にやっぱりなりたいから、25になるのは楽しみですね。片付け終わらすは無理です、そんな余裕がもうないです片付けたいですね、部屋片付けたいし健康になりたいけど、全然寝る以外に家にいることないからいっかなとか思っちゃって、気持ちはありますよ、片付けたいなっていう。なんか片付いてくれないかなって思ってます。そう、でもなんか25歳でお母さんがお姉ちゃんのことを産んだって思うと、なんか無理無理無理、この年で子育てなんて無理無理無理って思っちゃいますねびっくりしちゃう。なんか立派に親やってる友人とか見ると、なんかもう自分だけ時が止まってるみたいな気持ちです
でもなんかその子供とかが、幼馴染の子供がアイドルになりたいって言ってるらしくて、可愛いみたいな、頑張っちゃうんだからみたいな思っちゃうよね。そう、え、なんか自我持ってる、夢とか言っちゃってるんだけどみたいな、びっくりしちゃう。ちなみに焦るとかマジでないです。何回も言うけど何回も言うけど、いつか私もとかも思わないので別問題です。それはお母さんこの時こうしてたんだなって気持ちと、友達の子供が可愛いなって気持ちと、イコール自分は、それだけはもう違う。社会的な大人として子供たちを育てていきたいよねっていうのだけをずっと思ってるんで、素敵な大人になるぞっていうだけですね。あれだよね、横断歩道とかにさ、夏休みだからさ、ちっちゃい子だけとかで渡ったりするじゃないですか。こうもう大人になったら右左右とかもしないじゃないですか。しないんだけど、ちょっとちっちゃい子がいる前ではやっちゃったりするもんね。別にその子が見てるわけじゃないけど、なんかあの真似して事故ったらダメだなって思って、なんかあれはしますよ。信号ない横断歩道はちゃんと見るけど、信号あるとさ、ちょっと怠っちゃうよね。最近はそういうことを考えます。町に子供が多いから、ポストカードはいつ頃でしょう、いつ頃でしょう、ちょっと待っていてください。私も暑いねみたいなことを書いてるから、あの暑いうちには届いてほしいなと思いますけど。さて今何時だろう、待ってていただければと思います。ポストカードでも多分すぐだと思う。あれ多分うちからブースティーに送って、ブースティーからさらに皆さんのところへって感じだから、多分ね大変なんだと思います。すみません、ありがとう。45分ね。ね。今日はこの後はこのしばらくずっと楽しみにしていたことが叶います。やったー。多分東京からだと思う。ミッケはね、みんな飽きてました。一回もしてません。そう、ブースティーイベントにも出ます。嬉しい、楽しみです。誰が来るのかなって感じ。私のお友達はみんなブースティー
ユーザーなので来るかは分かんないんですけど、私も会えたらいいなって感じ。本当にいっぱいお友達がいる。55分になったら教えてください。ちょっと1時から使うらしいから50分に教えてほしいです。そしたら55分に出られる。そんな感じで慌ただしくも緩やかに過ごしてますわ。なんかお茶のラベルの後ろに大吉って書いてる。やった。興味ですが、春コン以来全然イベントに参加できてないです。ぜひね、ブースティーのイベントもそうですし、あとアットジャムもあるので、まあ、お時間合えばぜひ来ていただけたらなと思います。関東でもね、ライブしたいですね。したいなとはいつも思ってます。文化祭もね、楽しみですし、着実に準備は進んでいるので、よろしくお願いします。そう、とりあえずはサマステのアーカイブを見てほしいですね。今日いっぱいなので。今日いっぱい？途中まで？あとは新曲のイベントがね、またあるみたいな。そちらでも会いたいですし、ハイタッチ会もありますので、楽しみにしていただければと思います。というわけで、50分みんなが教えてくれたのでランキングを読みたいと思います。13位ゆうすけくん、ありがとうございました。12位ソフトテニスさん、ありがとうございました。11位いっちーさん、ありがとうございました。10位えだっちさん、ありがとうございました。9位えうりかあとまかおさん、ありがとうございました。8位せいけあとちょうあしゅらさん、ありがとうございました。7位ゆびさん、ありがとうございました。6位ロンチさん、ありがとうございました。5位たけやんさん、ありがとうございました。4位竹谷さんと選抜おめでとうあったあしゅらさん、ありがとうございました。3位沼ちゃん、ありがとうございました。2位かもやん、ありがとうございました。そして1位あやのちゃん、ありがとうございました。という感じで、よし、終わろうかね。皆さんも夏バテに
気をつけながら残りの夏のイベントなどなど、そして情報などなど追いかけてください。何より元気でいてね。バイバイ、またねー。